皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日もロックマンイレブンやっていきたいと思います。今回はね、こちらのブラストマンに挑戦するんですが、前回ね、終わりに申し上げた通りアイテムを少し充填してまいりました。残機はね、9、E 艦7、W 艦、W 艦6とかね、まあいろいろこういう消費アイテムも揃えて、でね、パーツに関しても今買える分は全て、買っておきました。なんでね、こっからはちょっとはね、お見苦しいところは見せずに済むのかなと思いながら、ただね、残機9ではちょっとね、足らん可能性もあるかなと内心思ってるんですけどねじゃあやっていきましょう。スタート。ブラストマン DWN83番、やっていきましょう。なんでしょうね、ここは。マッチ？ブラストマンアドベンチ。おー、え？あ、爆弾、ちょっと待って待って待って、危ねえ。あ、そういうボム系の場所、これ。なるほどね。やっていきましょう。これは？うわー、なんかこれセンサーやんね、多分。ほっ！センサーでどんどん爆弾していくから、さっさと行けってことなんかな。危ねえ。これはやっぱ爆発するよね。怖っ。死んでなお。え、ちょっと待って待って、めっちゃジャンプするやん、めっちゃジャンプするやん。危ない。あいつも厄介やな。あ、でもあいつはあれか、これを踏んだら爆発でいなくなる。これね、オッケーオッケー。待って待って、え、めっちゃ増える。待って待って待って、あ、しかもこいつあれか、攻撃しても花さんと爆発してまうんね。うひょー、残機取れる。あれどうやって取る。でも残機マックスやからね。踏んどこ。 OK ね。まあこれで取られへんようになるけど、先に進めると。いらいらあんな。よし、出た。これは、あ、あ、敵には当たらんのね。おお、怖っ。わっ、待って待って待って、結構なホーミング能力あるよね、あいつ。オッケー。待って待って待って、もう、なんか離れた後の爆弾。おお、すげえ。何、あ、ちょっと、いて、待って待って待って。オッケーオッケー。おい、ちょ、ちょ、せこないそれ。オッケーオッケー。あ、残機いらんねんけど。すごい、新しい敵がどんどん出てくるね。ここは結構敵が厄介なんかな。これさっさといかなんかよね。ほっ。オッケーオッケー、いい感じよ。上取りたかったな。待て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 、こいつらもちょっと厄介やからな。離して攻撃。あ、無限脇か。先進もう。ちょ待って、体力がやばい。待て、W 感あれ欲しい、欲しいけど、どうしたらいい？中ボス。何これ、スペースワールド。あ、ちょっと、どうしたらいい？行って出て。あ、ちょっと、どうしたらいいのこれ。上攻撃できひんから、途中で、あ、なるほどね、ここで攻撃か、もしかして。よし、そんな感じやったらちょっと、おーおーおー、行って、ちょ待って、使うわ。こういう時の言い換えやからね。よいしょ。これでスピードギアで横に向いてる時に攻撃してみる。あ、でも当たらへんな。あ、ちゃうわ、なんかこのちっちゃい虫を当てて攻撃するわけか。よいしょ、いて、待って、むずない。よいしょ。あ、横向いてる時もやっぱ攻撃当たんねえ。よいしょ。オッケー、いい感じ。まずは1個潰したい。出た。よいしょ。縄跳びの要領ね。オッケー、いい感じよ。ほっ。あ、出て。落ちてくるよね、これ。落ちてきて、すぐやっても攻撃を当てて、真ん中よってあかんねんな。いて。そう、待って、落ち着いて。微妙いね。なんかこのパワーギア、お、
この真ん中に寄る癖があんねんな。オッケーオッケー、1個潰れた。よし、あとは楽勝のはず。落とす、よいしょー。あ、出て出て、真ん中行ったらあかんって。だから待って待って、バック。ああ、まあ真ん中行ったらあかんってもう。あなんですぐ忘れるか、ね、よし、到着、行こうか。まず1機は普通にこのね、爆弾小僧をぶつけて、いいねいいね、ぶつけて真ん中行ったらあかんね、これ怖いよね。真ん中行かずに爆弾小僧をこうやって爆発させながら攻撃していくと。よし、縄跳び縄跳び縄跳び、いい感じね。横向いてる時に攻撃してもいいっていいんやけどね、タイミングは難しいよね。よいしょ、今の当たってへんのか。この辺でオッケーオッケー、いい感じいい感じ。ほっ、今の当たってへんの。よいしょ、オッケーオッケー、いいよ。爆弾小僧をできるだけ引き寄せて、ああ今のぶつかってもうたから。よいしょ、引き寄せて、よし、縄跳び、ほっほっ、いいよ。でこれでオッケー、いい感じ、2発当たったね。え、で今ジャンプしたって、ほっ、いいよ、ダメージ入ってる。オッケーオッケー、タイミングがだんだん分かってきたね。オッケー、1個潰した。オッケー、2個潰した、ありがとうございます。よし、行こうか、チェックポイントかな。よし、回復して先に進みましょう。これは、いてててて、ちょっと待って待って、この爆弾はどうやったら爆発するの。とりあえずこの邪魔なんを消して、ちょっと待って、消して、待って待って、なんで当たれへんの。オッケーオッケー、よし、これはどうしたらいいんやろね。普通にジャンプでいい、トゲ怖いな、これどうせまた一撃でしょ。よし、ほっ、オッケー。どうしたらいい。まずセンサーで左が爆発していって、あーはいはいはい、これ普通にパワープレイで良さそうやね。よし、行こう、よし、完璧。あとはあの火のやつで爆破させて、あの下のトゲは何やろな。まあいいや、とりあえずスピードギアで近くまで行ってこいつを破壊して、よいしょ、いてててて、あ、よかった、あのトゲ一撃じゃなくて。よいしょ、なんかおる、ここはスピードギアで潰す。いてててて、オッケー、回復。このステージ案外簡単そうか。こっちに一回移って爆破させてもらって、でスピードギアで強行突破しよう。あ、ちょっと待って待って待って、落ち着いて、よいしょ、 OK、 よし、難なく、あ、ちょっと待って待って、焦らせるよね。そうか、これ爆弾で足場完全になくなるのね。さて次は、あのトラックが落ちそうやけどね。あ、え、どうしたらいいのこれ、どういうことや。下のやつが爆発するから、これやね、スピードギアで強行突破しましょう。よいしょ、よしよし、順調じゃね今回。オッケー、この小爆発が落っとしいね。これ怖いな。ラッシュコール使っとくか。よいしょ。ということでね、新アイテム登場です。あー、ちょっと待って。なんかね、落ちた時に、あれで一回だけ助けてくれるみたいな。よいしょ。待って待って。落ち着け。落ち着け。落ち着け。一回だけ助けてくれるみたいな。うん。こんな感じね。合計3回かな、今持ってるのが3回だからね。待って、よし、先進もう、何も見なかったから。こっから撃っとったらとりあえずオッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、先進も
だからここはもう無視していかなあかんとか結構あんねんな。はい、息しっかり吸って、あいつは口開いてる時やったら攻撃通んのか。息しっかり吸って、噛んだわ。どうしたらいい。下から右側行って上やな。だからもたもたしてると下のやつがどんどん行くから、よし、よいしょよいしょ、待て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 、君上行く、上行く、上行く、待て待て待て、落ち着いて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 、どこ行ったらいいの、こっちやった、危ねえっていうか当たってる。今の押しなかった、てかもう全部なくなって思ったし、よいしょ、ああ、よかった、ここチェックポイントや、よかった。ここもすぐ行くで、ダッシュで行けば間に合うから、これとりあえずこいつだけ倒して、ああ、まあ当たらんな、オッケー、こいつだけ倒して行こう、よいしょよいしょよいしょ、ここ当たっても大丈夫、よいしょ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 、いてててて、待って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 、よいしょよいしょ、あっ完璧きた、もうボス戦、あ、結構このステージ簡単やったな、行こう、もうこの最後の地味の減らし方や。じゃあ今日はどうしよっか、今日はこれ使ってく、これバリア、これ使ってみよっか。さあ、名前何やったっけ、ブラストマンや、爆発、じゃあ行きましょう、バリアでゴリ押ししていきましょう、スピードギア、攻撃攻撃、いいよいいよ、そんなに攻撃力が強くなさそうやね、そういう意味では早いな。でもバリア使えるからこれでゴリゴリいって、おお、何これ、待て待て待て、怖い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 、あ、これ強くない、これでパワーギア使ってさ、あ、だパワーギア今使われへんのか、あ、待て待て、あんな、パワーギア使って攻撃していったら結構なダメージ入るんじゃない、よしよし、いい感じいい感じ、結構削って、あ、何何何何何、でかい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 、あ、ちょっと待って、あ、あれか、これすぐダメージによってはすぐこうやって食らってまうってことか、ちょっと待って待って待って、危なっ、もうないし、エキス、じゃあちょっと次のやつやろうか、これで爆発、あ、これで爆発はせえへんのか、待て待て待て、落ち着いて落ち着いて、待て待て、あ、あー、オーバーヒートしてるオーバーヒートしてるオーバーヒートしてる、やばい、オッケー、もう一回、あ、いてててて、やばい、これ潰されへんの、これどうしたらいいの、よし、たぎんなたぎんな、あ、待ってて、やばいやばいやばい、せこいかな、よいしょ、え、ちょ待って、これどうやって避けんの、こうして、オッケーオッケー、今もう一回、いってて、もうこれ結構さ辛くない、逃げる場所、待て、やばいやばいやばい、またオーバーヒットしてる、あー待って、これもなくなってもった、スピードギアで見て、やばいやばいやばい、めっちゃ使うやん、たぎんなたぎんな、オッケー、ありがとうございます。いやいや、アイテムあると全然違うねよかった、ちょっと次からアイテム縛ろうかはい、ということでね、今回ゲットするのは何やろね、攻撃系の装備かな、爆弾っぽいね。 You got a new weapon、 チェインブラスト、あー、やっぱ爆弾か、へえ、試し撃ちしてみましょう、ほっ、ちょっと待って、ほっ、爆弾、あ、4発までこうやってつなげて撃てるってことか、
投げて撃ったら何になるんだろうね。ショットボタンでブラストマンの、吸着時限爆弾発射。爆弾同士が赤いラインでつながれば爆発力アップ。なるほどね。画面中に最大4つまで出せると。パワーギアはでかっ。これか、これは強いわ。はい、ということでね、本パートは一旦区切らせていただきます。次回はどっち行こうか。順番的に言えばこっちから行った方がいいかな。フューズマンかな。フューズマン次討伐していきたいなと思います。アイテムはちょっとあれ考え物やね。あんだけなんかこういい感使ってたらさ、さすがに誰でもクリアできるやん、ね、なんかちょっとね、次回からはちょっとこの辺は考えていきたいと思います。ただ残機減らさんでいけたのは今回良かったかな。はい、ということで皆さん次のパートでお会いしましょう。バイバイ、またねー。